犯罪係数340、執行モード、リーサル、エリミネーター、慎重に照準を定め対象を排除してください。執行官の菅生鉄平さんですね。下月、八坂泉を総監、妻に強く生きろと伝えてくれ。今回は私の事件ってことで。なぜこんな犯罪に手を貸すんだ。お前の方こそなぜ正義を振りかざす。特別行政区サンクチュアリ、彼らはこの施設の管理者たちに洗脳されているからです。行方不明の国防軍兵士大友逸樹。大友は立派に死んだ、国のために。フットスタンプ作戦、本当は一体何があったんですか。俺は復讐なんて命を懸けるほどの価値はないと思ってる。鴻上は日本で復讐をしたのね。ここで引き下がったら公安局刑事課のエース、下月美香の名が廃る。これが大友さんの保険か。ただ信近が幸せになりますように。だが一度撃てばもう二度と人を殺す前の自分には戻れない。